どうも、スバタです。今日はね、日本の文化を発信する、なんかビッグイベントがこの法性寺というところで、あるそうなので、友達も参加しているので、今からちょっと見ていきたいと思います。ではまた。どうやらここのようですね、はい。友達とね、何回も行き違いになって街が棒のようになってます。多分駅と寺をもう10往復ぐらいしたんじゃないかっていうぐらい距離を歩かされました。ここですね。なんかちょっと嫌な予感がしますが、なんかの間違いでしょうかね。お客さんが全然いないんですが、友達が全く姿が見えない感じなんですが、なんかガシャガシャを出店してるらしくて、ガシャガシャを出店って、これガシャガシャ、これかこれじゃねえか。何これ、中野くんロボと記念撮影、なんのこっちゃ、ミステリー。あ、これだな、多分。ちょっとガシャガシャを出店つってたから、10個ぐらいずらーっとあんのかなと思ったら、このなんか田舎の駄菓子屋にありそうな自販機が2個あるだけです。ちょっとないろいろ話も聞きたいんで、友達が来るのを待ってからやろうと思います。ではまた。友達が全く来ないんで、勝手にレポートを始めます。まずツッコミどころ1、まず店番もなく遊びに行っちゃいました。ポイント2、この椅子ぐらいね、振りとけって話なんですよ、本当にね。この田舎の駄菓子屋にありそうな自販機は何が入ってるんでしょう。僕らの世代だとガシャガシャっていうとコスモスっていうインチキガチャガチャをね連想するんですが、この自販機もねそれと同じ匂いがします。まだコスモスの自販機はですね、何が入ってるかわからないっていう自販機なんですが、これに関しては本当の意味で何が入ってるかわかりません。コスモスの場合は品物の絵があって、その欲しいものは10分の1の確率で残りの9割が外れでした。これに関してはそもそも何が入ってるかすら分かりません。ちょっとやってみましょうか。店員がいません、本当に。これは出店って言えません、これは。なんだこれ、金消しでも入ってるのかな、これ。コスモスの自販機はですね、カプセルの中にカプセルが入ってるっていう謎の現象でしたけど、これはカプセルの中に何だろう、これ、石、化粧品、そうね、何でしょう、これ。ろうそく、キャンドル、これ本当にミステリーだよ、これ何だか分かりません、これ本当に。ちょっとどうやら一人ではこれレビュー不可能です。ちょっと友達が来るの待ちます。しょうがない、分かんないからもう。はい、じゃあまた。